ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年8月31日午後0時ごろ、2時3時の夕日リリさんより、午後8時から予定していたハッピートリガーの4人によるコラボ配信の延期が発表されました。延期理由は諸事情なんだそうです。8時間前に延期発表ってことは、急にお腹が痛くなったとかじゃないわけやな。そして、残りのメンバーの伏見岳さん、家長向さんも、リリさんのツイートを引用リツイートし、延期について説明されたのですが、なぜか、渦中の剣持メンバーだけは、リツイートだけで済ませたようです。不思議なこともあるもんやな。何かツイートを書きづらい諸事情でもあったのかな？まあ、延期理由の諸事情が何なのかは知りませんが、HDMI の件を説明してない以上は、コラボしても荒れるだけなので、延期で良かったかと思います。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。